セレクというキャラクター。さあ、じゃあやっていきましょう。今日は本日は、10月31日月末ハロウィン、千葉ガーデンの決勝リーグ始めていきたいと思います。わー、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ということでスピーカーは切ります。あ、切っちゃいますね。スイッチだけ切ってもらいます。あ、なるほど。近いとこういうことはできる。さあ、じゃあ今日はね、あそこ見たらいいかな。あ、なるほど。椅子がね、なになになに。あ、気を使う、気を使うか。すいません、すいません。あの末端の参謀としての戦い参謀っていうか後ろではしゃいでただけなんですよ。まあ、ひよこくんは全キャラ不利なんだよね、リーグ的には。まあまあまあ、うん、ただ結構プレイヤースキルが高いのと、ね、あとひよキャラのぐじぐじぐらい。あーっと、6シャーバレ6シャーバレかな。あー、ダクインはまだつかない。あと甘えた。あー、体力的には厳しい。さあ、これはダメージを重ねられて細切りでワンチャン死んでくれっていう、これを狙っている。これはそうですね、メタギタで死亡、ドヤ締め。さあ、まずは1本目、幸先スタート。さあ、今日はハロウィンなんで、なんか、あれが、なんか、姫様ボイスみたいな。ああ、らしいですね。らしいですよ。あと、2D カウンター、カーラー拾えている。素晴らしい。6C、4D、6C、青いけど、続けていく。ネット繋がってないで、配信なしで。あの、ミスるが、ここからリターンを取っていく。バソンが、しかも失敗。これは、ついてしまう。あ、ちょっと我々にもよくわからない。さあ、2C。めくりはガード、6B もガード。さあ、とりあえず距離を離して切りさえ出せば、まとい切りだろうが上空切りだろうが、とりあえずタコアカの、動きを制限できるんで切り出したいんですが、そんな暇はタコアカには与えてくれない。さあ、とりあえず出してまとい切り。これは願ったりかなったり。あ、更新しちゃう。6D置いて、これは結構きつい形だけど。さあ、瀬島さんはできればこの当たり前のように勝ちたいけど、まあせめてバースト使ってたいけど。確かに。あー、ガキャンが裏にあって出てあって、あ、これはラクイン結構無傷で終わる可能性が。あー、ラクイン無傷、すば、あ、九死に一生 SP、うん、そうね、無傷に等しい、素晴らしい。めくり、ジャンシー当たっちゃう。まだある。 2D は使って、さあ、ジャンシーカウンターだが、それは続かず。ジャンビー、ジャンビーから投げを通して、あ、どっち、あー、バーストちょっと読めなかった。しかし、これは大なのでバースト、かなり瀬島さん美味しい状況じゃない。そうですね。しかも時間ももうないので、ヒヨコは結構前のめりになる感じ。そう、あともうビームをパナすしかない。そうですね、ビー振ってくれ、ビームを。あー、車輪やってくれ。クーリーに対してね、ビームをパナして、そうそう、これやるしかないんだけど確かに、うん、さあ、とりあえず当てても不快はしてない。タイムアップで勝利。タオカは見てから制御できちゃうからね。狭間は当たるんだけど。あー、そうですね、うん、D 派生の硬直に当たっちゃうみたいな。そうそうそう。まあ、まずは1試合目選手。いや、あるけどなんか見えなくてね。あ、はいはい、白門的な、あれだけ正の字だけつけとったんですよ。 まあ、あそこに軽く書いてる。じゃあ、まずは1本。そうですね。さあ、まずは1本目取ったんで、2試合目。さあ、5先は長いですよ。長いですね。あー、6C、これはまずい。しかもいい高さで2回6射入って、もう1回6射、3500くらい。あっなんだよ、3500くらい減ると思ったみたいな思った感想みたいな。さあ、これは6でやって4割回収。さあ、霧が追尾霧だが、タオカか、あと、あったよ。あ、これで 2D、あった多分 DK とガードでもついちゃう、何でもついちゃう。ああ、さあ、楽園スタート拾えず、 MC ガードさせて、とりあえず固める。 6A からジャンシーが繋がってるだと。え、いいんすか、あれ。え、今更さあ、これは、まあ、バサく価値もないんで、しんどこう、みたいな。当然しんどく。さあ、2本目、さっきみたいに。あ、素晴らしい。めちゃくちゃ強いよね。ジャンエですか。ジャンエ。確かに。ガードした後に A 出して、A 絶対負けるみたいな。このゲーム、みんなジャンプ A ほとんど中断なんですけど、結構不愉快。あ、そうかも。
はいはい。なんだっけ。え、このゲームのジャン A がみんな中断っていうのはかなり強いよねみたいな。え、普通じゃないの。で、みんなジャン A 中断ですけど、なんかそれが俺強いよねっていう。なんか言ってる意味ちょっと分かんなくなってるけど。なんか倒ぴったんでめくりジャン A とかあるじゃないですか。あれも強いと思うし。なんかそのカルル君のジャン A 強くない。確かにね。それは確かに。あと白面のジャンビジャン A みたいなのあれも強いガードしてるとちょっとでも3冠になるとジャン A ところで中断でそこから繋がって3000みたいな、しかも運ばれるっつってこのキャラってよくなるんですけど、あ、なんか次回作だったらジャン A 中断のキャラと中断じゃないキャラにしてほしいかなって思ったんですが、あ、素晴らしい立ち拾い安定を取って、さあ五分なんですが、バーストはひよこくんが1個リードと、どっかでゴールデンバースト当ててね。そうですね、ウチャーみたいな。まあ、倒せんは結構ミドルバーストを使った方がいい気がしますけど、なんか金馬あんま、なんか結構あれだよね。あんま俺はその前も話した気がする。そうそうそう。うん。まあロジャーさんは金馬派だった気がするけど、まあ、僕はそのガプラ削りもないし。ミドルバーストの方がいいんじゃないかっていう。ああ、そういうことね。ちょっと、とっときすぎた。結構ケアしやすいキャラだから。ああ、通った。今回いい。ああ。さあ、パーフェクト、2本目。ひよこくんが負ければ僕たちは嬉しいみたいな。そう、ああ、これ見ると結構、改めて見ると、ひよこくん厳しいな。きついよ。レイチェル狭間倒かかっつって確かに革命がいないだけまだマシみたいな。さあ2本取られたけど、まあ、まだ先は長い。修正を加える場全然わからない。まあ言うてまだ2本っすよ。2本。さあこれで3試合目、これに勝ってしまえば瀬地さんが勝つとかなり楽、3勝っていうのはかなり大きなアドバンテージ。コーリング、あーあ、ジャンビかぶせて立ち暴れていた。とりあえず 30% あつけて、これで 50% 弱。いや A ボタンが強い EM ですよ。あーあっ、危ないところ。確かに 8D 指導がねかなり死ぬとこだったよね。さあ MC 飛ばしてとりあえず捕まえたい。 MC ガードさせてから、そう、これはまあ、ちょっと本物精度が上がってきた。あ、低く締めて小木攻め、ちょっと怖かった。さあ 2C ガードサッシュからラッキーアンで攻めゲットのガード、ヤミーで降りてけ。さあ PQ で降りる、まあんまし飛んでると結構 2D タイプがさっきから刺さってるんで、シャーディータイプ強いからね。まあ、あんま見ないですけどね、他のキャラだと。あ、アラフネ以外ではってこと、うん、あ、でもなんだ、やるときはやるよね。まあでも他のキャラだったら 6A が全然強いから、ね、2D タイプっていうのはそんなに見ないんですけど、アラフネ戦では結構頻繁。あー、アラフネ入って、これは運ぶ、頑張りたい。うちから、ネコに1本やって、ういーお互いちょっとコンボミスって、さあ猫にだとコンボを当てたとき分身が邪魔でコンボしづらいっていうのは僕だけでしょうか。さあこれはカウントももうないんで、あ、これはわからない。あー、でもさすがに足りないと思うな。さすがに足りない。うん、そうだよね。さあこれはもう積み状態、まあまあやむなし。とりあえずタイムアップで1ラウンド目、リブ2アクション。そう、これ、はいはいはい。おー、なんかすごい高いっぽい。 4D6C、 あれ、さあ荒くねは結構やりづらいのかな、なんか判定が、お、あー、なんかあいつでかかったりするんで、ん、判定がでかかったり、暗い判定がでかかったりするんで、あ、そうね、確かに。なんかそれでおかしいのかなみたいな。さあダイブ当たっちゃって、これこは楽園確定なんで、まあそう、さあ霧があるが、このステージだと霧が分かりづらい、このカラーだと。あ、本当だ、汚ねえな、そういうキャラの色選びやめろよ。さあジャンディの隙にうまいこと差し込んで、
繋げ決め、そう、リターンを求めていく。あー、これは、あー、これ死んだ。これバサバサ死んじゃうので、さあ、ダイブで吐いてはダメ、絶対にダメ。そう、ここで吐く。さあ、ワープし、あー、リム引っかかって、これはお亡くなり。1本目取り返す。ここじゃねえな。え、合ってるよ。え、桃井さんじゃないから。あ、ほんとだ。あするかね、そういうこと。激押しくん、いや、完全に打ちまんじゃん。消し積みみたいな。あ、でも消えるんだ、すげえな。成人さんが2勝、ひよこくんが1勝と。さあ、試合が始まっていた。あのダメいただけます。あ、どうぞどうぞ。リブワンアクション。うん、あの辺の読み合いはどうなってるんですかね。新谷が上取った時、あ、シャカディ打っちゃいいのみたいな外部的にはね思うけど、そういうわけでもないのか。まあ、アラブレ側がそのジャンビで潰せるのかどうかわかんないですけど、あーそうね、確かに。あんまし潰してもその跳ねてるからリターンが、そうリターンがないし、かといって PQ で透かしてもやっぱり上に跳ねてまた空中制御残ってるから、タガが多分透かしても別に痛くないから、結構アラブレは右に対してその相手にリスクを負わせづらいんじゃないかなっていう。なるほどね。おっと、これ 2D どうすればいいんだろう。あとはあーちゃん、セジさんひたすら逃げ続けてもいいよー。外人かよ。おーっと、あー、うそー、あれはなんだ、あのシャー、あ、まずい、これは事故った、まずい、これはちょっと、あー、補正切るかね。確かにちょっと勝ちを逃してしまった感、これは結構悔しい。バスも入ってしまったし、勝てるラウンドだったんで、これまくられるとちょっと精神的に厳しいな。何の話してたんですか。シャガディ、シャガディ、シャガディの話の後に何かあった気がする。忘れちゃった。ペロペロしてたけど。あー、ジャンビー、あと、おー、まあ触って、られ触ってもね、あー、切りを測れたくないんで触りに行くよみたいな感じなのかな。わあ、嘘みたいなら、おくし見てなかった。ペロペロ、ジョンディジャンシー絡めていく。ジャンシーガード、ゲージがある、ね、あー、ジャンビー、おー、なるほど。あっと、あ、OK。 まあそう、2D、 右タタカの 2D、 シャガディにどうやってリスクを合わせられるの。あー、ぶ、ぶ投げ、ぶ投げ、ワープとか。まあでもリスクあるかって言われたら別にリスクないよね。あー、ジャンディカウンター。お、これ欲しい。これは時間を使いたい。一応投げに行くのかな。あー、で後ろに下がる。あー、そう、なるほど、素晴らしい。前に出るとブシ振ってきて終わるからね。あー、そう、このイカーと、おっと、あー、出た。え、終わる。お、更新。え、さあ、またお前何も知らねえのかみたいな。あー、ラピキャン入っとけば分かんなかったけど、まあデンジャーでガープラ1ってことは、まあ、もう罪と、ほぼ罪。